佐渡市では鬼太鼓などの伝統芸能に触れるイベントが開かれました。18の団体およそ400人がリズミカルな太鼓と迫力ある舞を披露。その勇ましさに鬼が近づくと泣き出してしまう子どもがいましたが、大人の真似をして鬼になりきる子どももいました。子どもが鬼太鼓大好きなので、喜んで見てます。地域によって違うので見てて面白いです。雨が降る中、会場には4000人以上が訪れ、盛り上がりを見せていました。